安田寛一は日本の陸上競技選手。1950年代から1960年代にかけて日本陸上競技選手権大会男子110メートルハードルで優勝7回。1964年東京オリンピック出場。アジア競技大会で2つの銅メダルを獲得した。富山県出身。明治大学在学中の1957年。 日本陸上競技選手権大会の110メートルハードル400メートルハードルの両種目で優勝。また、4400メートルリレーでは、明治大学チームの一人となり優勝。日本陸上競技選手権大会の110メートルハードルは、以後1962年まで6連覇する。1958年アジア競技大会では110メートルハードル400メートルハードルの両種目に、 出場、110メートルハードルで、銅メダル。なお、1958年の富山国体では、選手先生を務め、110メートル障害で優勝、400メートル障害で、日本学生記録を更新明治大学卒業後、八股製鉄に所属。1959年に全日本実業団、対抗陸上競技選手権、大会110メートルハードル400メートルハードルの、 両種目で優勝。全日本実業団、対抗陸上競技選手権大会の110メートルハードルは、1964年まで優勝5回を数える。1964年東京オリンピックに110メートルハードルで出場。準決勝に進出し日本記録を出したが、決勝進出はならなかった。37歳の時に取引先の社長に勧められて、ゴルフを始め、 アマチュアゴルファーとなる。陸上競技に関しては、富山市陸上競技協会副会長、富山ジュニアアスリートクラブ代表などを務め、競技振興と更新育成にあたる。2000年富山国体では、夫人とともに最終許可奏者を務めた。ありがとうございます。